ガムです。そう、ガム。見て、ガム。カムカメ買ってきた。まあ、可愛かったっていうのもあるしね。その、ガムだから、カムカムするじゃないですか。だからカムカム、うん、ファミリーマートでね60円に値引きされてたから買ってきちゃったよ。カムカムね。でもねこのカムカムさ、てかこれ残念なのかさ、ここに開け口があるからさ全部開けちゃうとさここに開け口があるからさ、でその先をたどっていくとっていう感じなのね。だからさ、できればさこの開け口をさ食いたくないんだけどさ、スイッチがなくなった。よかったよかったぜね。ちょっと待って、よいしょ、えい、よかったぜ。まあ後でねこのファミマのネルチールは取るとしてね、ひどいよなこの構造。そうここね、こっちにしてくれよ、こいつどうなってもいいよ。さすがにあのポケモン側のポケモンの人はさすがにピカチュウを2つにすることはあれだから、カムカミを2つにしようっていう的な考え方のカムカムファン、カムカムファンに怒られろ、カムカムファンに。包み紙もね、いろいろ種類があるらしくて、イーブ。前にね、YouTube ショートでさ、なんだっけ、歩くピカチュウっていう動画あげたのよ。それでさ、あれ、まだ残してるかな？忘れたけどさ、かわいいけど、イーブイの方が好きっていうコメントが来て、あ、そうですか。って思った経験がある。あ、そうですか。その人に伝えたい。イーブイですよ。イーブイですよ。ピ
ピカチュウより可愛いイーブイですよ。これはデデンネ、デデカスって言われてるやつね。デデカスってひどいよな。あ、ピカチュウ。どうですか、ピカチュウ。嫌いです。嫌いでしょ。こっちの方がいいでしょ、別に。あと誰だって。ほら、イーブイですよ、これ。イーブイですよ。皆さん。いや、いい、皆さんじゃねえや。EV 推しの方、EV ですよ。で、あと、EV 推しの人怒っちゃうよ。あ、カムカメラ、かわいい。モルペコ、あ、モルペコかわいいな。あ、ピカ、ピカチュウ。なんだ、イーブじゃないのかよって。言わないでくださいよ、旦那。男性なのか女性なのかは知らないけどさ。おっと、何が違うだって。わかりますか、皆さん。わかりますか。シンキングタイム。終わり。はい、ということで、こっちがね、オスの姿ですね。こっちがメスの姿ですね。わかりますか。よーく尻尾見てみてください。ハートか、角があるかっていう違いですね。四角いかっていう、平らかっていう。それか、ハートみたいになってるかって。これで、全部みたいですね。進むように。かわいい。コレクションにしてるよね。せっかくさ、ガム飽きたのかさ、食べてみようか。これ何味？ちょっと味のとこにさ、味のとこにさ、シール貼るなって。無理やりっていうか、剥がして分かったけど、ビリビリサイコソーダだって。そうだから、ソーダ味だ。いただこう。いただきまーす。あ、見て、ですね、懐かしい。懐かしいソーダ味って感じですね。うん、結構ね、美味しい。うん、でも
ビリビリ最後っていうのがよくわかんないけど、でも確かになんか言われてみればビリビリするのか、ビリビリするのかなとか思ってたりします。でもね、でもまあ好きな人もいるかと思うからね、もしよかったら皆さんも食ってみてください。うまいかな。苦手な人は買わない方がいいかもしれない。てか買わないだろ、普通に 苦手なんだから。ということでね、パッケージも可愛いので買ってみたらいいんじゃないかなとか思います。残りはね、美味しくスタッフはいただきますので。 ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでね、チャオ、バイバイ。弟とか負けたのかな。